あ、これや。何こいつ、自販機型や。陽気汚染に潜んでいた自販機は突然襲いかかってきた。そのまんまなんやね。ほい。ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことって、神魔妖怪を探して退治しようってことなんだけども。どこだ？あ、いたいたいた。ナビワン連れてって。いつも通りのこの狭い場所ね。どこ行った？こっち？もういつもなんかどこにおるんだかよくわからんくなるんよね。お、なんでそんなとこ通るの？ん？この辺？待って、そこになんか落ちとる。よいしょー。アンパンを2個手に入れた。じゃ、この辺を、ここや。なくね？向こうじゃない？どこだ？この、あ、これや。男子トイレー。え、なにこれめっちゃ入り口。超入り口塞がれとるやん、やば。陽気汚染を見つけた。さあ、これ誰も入れんかったんやね。それはない。あ、すいません。オッケー。あ、なんか出てきたよ。何これ。ようやく封じられん。え、神魔妖怪は？神魔妖怪はどうなりましたかね。え、何？いないんですけど。何なの？何を見つめてるの？え？どこですか？何もいないんだけど。でもあのびっくりマークのところに何かあるはずよね。で、そのびっくりマークはやっぱりここなわけやん。なんなん？外見よる？どこなの？この塀の向こう側とか。ちょっと出てみたけどどうした？どこ？何？これ絶対違うやつやんね。何これ？これも陽気汚染やけど。とりあえず引っぺがす。いやー。ほい。引っぺがせ。絶対違うやろ、これ。なにこれ、なにこれ。あ、陽気汚染に潜んでいた亡霊番長は突然襲いかかってきた。久々の亡霊番長。え、あれやろ、なんか、決闘しろって言ったやつと同じ妖怪よね、これ。え、これ、神魔妖怪じゃないよね。ちょっと、え、でもなんか操られとる風や。え、ってことはこれなの？もしかして黒いオーラ、あれって神魔妖怪よね。え、あ、神魔妖怪。え、ソラナキウイルスに取り憑かれているようです。あ、じゃあアクトンや、これで。姫、ここはお任せよ。マジで頑張ってくれる？ちょ、メラメライよ。シャドウサイド。これ道端に草が落ちてる。そういうところが気になって。メラメラ獅子冒険っていう。おー、ひもじい一発。やったねー。やったねー。イエイ。ふう、なんとかやったみたいだな。口ほどにもないな。姫、お怪我はありませんか？ちょっと。大丈夫だけど、姫って呼ぶのやめてよね。全然違う場所に案内されたやん、私。めっちゃあの壁にあるんかと思ったのに。さあ、とりあえずこれで、一つは、終わった。あと何個？何個っていうか何匹？ん？あ、びっくりした。どこ行ったかと思った。おーっと、急激に曲がる。どこ？あ、範囲が出てきた。あ、学校もしかして。そういうことか。多分この中やろ。あれ、入り口どこかな？なんかめっちゃ遠くなってきたような気がするけど、入り口はどこかしら。あれ、なんかめっちゃ、私もしかして裏側に来たかな？あ、でもここから入れるよね。はい、ここから入りました。で、こっちの方。どの辺だ？びっくりした。人がしゃがみ込んどんかと思った。
ラッパーを5個手に入れた。そして、あ、ちょっと待って。ここにも何かあるから。お、ヨーグルト。いいね、いいね。味覚人族がまた喜ぶね。この辺りやね。え、何も反応しねえ。あ、どこ、こっち。ん？なんかプールのところ。こっちの方？あ、これや。え、なんであんな遠くに行くの？ほら、ナビワンはちゃんとここに来てくれないと。わからんやんか。はい、陶器汚染を見つけた。きっとこれで合ってるはず。ヘイ。ほいほい。一回だけ押せばいいかな。出かせ。お、吹雪姫。妖気汚染に潜んでいた吹雪姫は突然襲いかかってきた。強そうなも妖怪ばっかりやね。モンスターって言いそうになった。はい、来たよ、吹雪姫。お、ズッキュンシー従えとるやん。かわいい。かわいい三人やね。いいね、いいね。はい、ジャーボーグレートか。我が主と、そして姫のために消えよ。大蛇山フェスティバルって言って。どんな技？どんな技？何がどうなったんかよくわからんけど、パワーアップしたってことかな？なんかテンションアップしたらしいし。おー、勝利。雑魚にしては妖気が強い。やはりソラナクイルスの影響か。妖力まで上がるなんて、凍結先生も気をつけてください。凍結先生、先生呼びや。え、凍結一緒におる？四天王寺しか戦闘には参加していないけど。さあ、次は？どこだい？こっち？さあさあ、行こうぜ行こうぜ。近いんかな、次。どこでしょう？蕎麦左衛門。蕎麦左衛門ゲットした。あ、てかさ、ここの、あの、妖怪の女の子。あ、でもあれか、私持ってないんかな。水飴？練り飴？なんか、あ、あるあるある。じゃ、これちょっと渡してくるね。おい、少女よ。シクシク。どう？この子は確か、ケイタ君とお話がしたいんだったよね。ケイタ君に交代してまた声をかけてみようかな。え、ケイタじゃないとダメなの？この子。ちょっと待って。メンバー編成。別に誰でもいいじゃねえか。はい。ふにゃふにゃで柔らかい飴持ってきてくれた？練り飴。はい。練り飴を手渡した。これでいい。練り飴持ってきたよ。君が欲しかったのってこれだよね。わあ、ふにゃふにゃの飴だ。ありがとう。もぐもぐ。美味しい。よかった。ちょっと元気出てきたかな。もうまだ泣いてる。今ので泣きたくなっちゃうの？お父さんと喧嘩したこと思い出しちゃって。どうしよう。何か俺にできることあるかな？果物が丸ごと入ってる飴持ってきて。え？また飴なの？今日はもういらないから、また明日持ってきて。うん、わかった。また明日ね。果物が丸ごと入ってる飴か。そういうの持ってたかな？果物が丸ごと？リアル時間の1日後にもう一飴を渡そう。果物が丸ごと入ってる飴って何？そんな飴、え？リンゴ飴ってこと？そういうことかな？あるあるある、リンゴ飴。きっとそれで OK なはず。待って、夏目に変えとこ。はい、オッケー。ってことで、とりあえずあるけん。また。あ、ナビアンどこ行ったかと思ったよ。またちょっと日付が経ってから、渡そう。はぁ、あ。なんてこったい。今のは信号のところだったんだね。商店街の中？え、めっちゃ中心やん。この辺？どれや？わからん。あ、近い近い。B って書いてるよ。
え、なに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 、なんか B って書いてる。え、なに、誰、メラメライオン。なんか今回陽気汚染じゃない、直接、誰誰じゃないメラメライオンを見つけた。どうしたの、メラメライオン。メラ、何かあった。え、戦闘、戦闘なの。でもなんか黒い容器みたいなの出てなかったけど。おお、雲外鏡も従えて。こっちにもメラメライオンおるけんね。なんかわけがわからない状態に、とりあえず褒めておく。あ、待って、これは容器吸い取る。待って、いっぱいやるじゃん。とりあえず褒めといた。はい、オッケー。これはこれで、何、雲外鏡の破片、破片やって、なんかに使えるんかな。で、今のは違うんか。あれはまた違うやつなの。あ、ん？なんか2つあるぞ。なんだ、とりあえずこっちの陽気汚染を先に。この陽気汚染って普通の人には影響ないんかな。自販機とかね、使うやろうに。はい、ほい、ちょ、強いんですけど。だいぶ強いんですけど。ちょ、あー、耐えて耐えてくれなすね。お、いけるんじゃない。おっと、ダメージ。おお、しっぺがせい、ほい。あ、これや。なにこいつ、自販機型や。陽気汚染に潜んでいた自販機は突然襲いかかってきた。そのまんまなんやね。自販機。さあ来い。初めての妖怪や。周りの子たちはわかるけど。こいつも空抜きウイルスを。神魔になるとは哀れだね。やはりフクロウのように血を気を失っているようですね。フクロウの時は怪物にまでなったもんな。あれは要は、なんかシャドウサイドみたいな感じ。なんかな、わからんけど。どうした、何かと思って。あー、怖い。みんな変化、ガード。えい。痛い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 、サボらないで。ちょっとメラメラ読んで、メラメラシシゴケン、いいね、かっこいいな。聖竜、神なるタイガー、いい感じやね。勝利、終わったか。姫、ご無事ですか。うん、心配しすぎだって。私と戦えるんだし。そうそうそう、大丈夫よ。味方になったら急激になんか逆キャラみたいな。で、もう一個のも気になるんやけど、私。よし、戻された。ソロナキウイルスの反応はひとまずこれで全部消えたみたいだな。ちょ、待って、洞穴離れすぎじゃない。どうした、仲間外れ。でもやっぱり妖怪たちの様子がいつもと違ったな。それに力が暴走しているのか、普段より手強かったね。そうなの、わからないんだけど。これがソロナキウイルスの影響ってやつなのかな。まあ、多分ね。あれ？夏目さん、大丈夫？ちょっと顔色が悪いみたい。大丈夫。ごめんね。ちょっと疲れただけだから。姫！ご無理をされてはいけません。あなたのためなら、馬んでも椅子んでもなりましょう。凍結の顔。めっちゃびっくりしとるけど。馬に？姫のためとはいえ、主天道寺様が。そういうのいいから。本当にギャグだな。夏目、無理しないで。空泣きウイルスの反応はまた明日追うことにして、今日のところは一旦家に帰って休もう。そうだな。最近はいろいろあったし、今日は解散してみんなゆっくり休もうぜ。ありがとう。お供いたします。
王子様ですか？ポーズといいね。娘の家に帰ろう。ねえ、坂見くん、私一人で帰れるってば。姫！姫が行かれるのなら、地獄の果てまでもお供します。うざそう。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ってことはもう一個のあのマークは全然ストーリーには関係ない、メラメライオンみたいなやつってことかな。それも気になるよね。もうなんか見えたら気になる。